はい、皆さんこんばんは、ベロイソンです。皆さんお元気ですか？で、俺はね、相変わらず元気にしてます。まあまあ仕事の方もね、分が終わったら、ちょっと楽になるんちゃうかと。そうでもないですね。今よう考えると、今夏休みですよね。おかげさまでね、店は大盛況でございます。まあ老体にね、むっち打ちながら、貧乏暇なし状態で頑張ってます。本来ならね、今日はね、土曜日、ライブ配信の日でございましたが、まずちょっとね、自粛してますんでね、明日も多分ライブ配信はしません。で、月曜日ひょっとしたらね、午前中テスト配信とか、また夜とかにひょっとしたらライブ配信するかもしれませんけども、よかったら皆さん、遊びに来てくださいね。まあまあ、前から人気ないけど、今はもう全然人気ないチャンネルになった、からね、備えにね、人数は来ないと思いますけど、でもね、いつもね、来てくれてる方がいてますんでね、俺はね、本当にね、それだけでも幸せでございます。本当ね、いつも来てくれてる方、また来てくださいよ。お待ちしてますんで、ご新規さんもね、歓迎してますんで、ください。ただし、ご新規さんの場合ね、まあ、俺はね、滑ったり噛んだりするような、ところありますんで、くだらんこと言うたりとかね、それに耐えかねる人がベストかな。もうなんせね、楽しければいいかなっていうことを今中心に考えてます。それはね、まあ、で、まあ今年の目標として健康第一も考えてます。俺はね、だから皆さんもね、まだまだちょっと暑さが続くと思いますけどね、熱中症対策とかで、まあ、体には、ね、気をつけて過ごしてくださいね。本当にね、ごまかしは効きません。年を取っていくと本当にね、だからもっともっとね、自分を大事にしましょう。はい、俺からは以上ですね。なんか何の動画やいう感じやけど、まあまあ、どれが元気にやってますわ。はい、じゃあまたね、皆さんね、次回お会いしましょう。ありがとうございました。お付き合いしていただきまして、お疲れ様です。